続きまして、今度はプログラムにあります環境配慮型花火をご案内します。この度鎌倉花火大会は次世代の花火大会を考えまして、環境花火というのを積極的に取り入れることになりました。鎌倉の剪定木材、ゴミなどを利用して火薬、花火玉を作り、花火で出た外皮のゴミが自然に還るといった、今後は環境配慮型の花火を来年本格的導入に向け計画してまいります。今年はそのイントロとしまして、導入としまして、地産地消花火という鎌倉の山から切り出した剪定材料をもとに作った火薬を使用した花火を打ち上げます。それでは今回は鎌倉の常知寺の剪定材を使った2種類の花火、花火タイトル鎌倉柳と鎌倉菊、こちらをご覧いただきます。いかがでしょうか。この環境花火は環境剪定剤を使うことを前提にしておりますので、少し色合いが淡いですが、まあ、昭和の色合いを懐かしむということでいかがでしょう。それではプログラム最後のセグメント第3